こんにちは、タカさんです。今日のタカ散歩は浅草雷門にやってきました。はい、雷門です。雷神様の前に立っています。今日はですね、スペシャルゲストをお呼びしております。子どもの人権の会代表、新田瑠衣さんです。パチ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 。どうも、生田斗真です。はい、今ちょっとつまずいて入ってくるところがプロっぽいですね。はい、すいません、はい、名前ちょっと最近ね、はい、自分の名前がちょっと覚えれなくて間違えちゃうんですけど、はい、スペシャルゲストでした。子どもの人権を守る会のルイです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タカさんチャンネルとコラボということで、ね、コラボですからね。今日は浅草浅草寺の魅力を伝えていきたいと思います。はい、で今日はね、まずね、この浅草寺の雷門をご紹介していきたいと思います。浅草寺の雷門、皆さん、この提灯のところに松下電器と入ってるのをご存知でしょうか。そうなんです、あのパナソニック松下幸之助さんがですね、この雷門再建にお金を出したんですね。雷の呼吸ですよ。世界の松下、真似したじゃないですよ、松下ですよ、真似したわけじゃないですよ。はい、我々も雷、善逸くんのように頑張っていきたいと思います。今全集中でいきましょう。はい、全集中の呼吸で。はい、やってまいります。はい、それではいきましょうか。これすごいですよ、この雷門の下の彫刻も。こんな感じで、下にもある。はい、雷門下、そうなんですよ。どっか書いてある、確かプレートはどっか、あ、ここにあります。ここに書いてある、ここに書いてあるプレート、松下電機産業株式会社社長松下幸之助、きちんと書いてあります。はい、松下幸之助さん寄進の雷門でした。あ、すげえ、結構長いんですね。はい、ここから浅草寺まで中見てお店があるズライト両脇に並んでおります。この中でも結構な、結構お客様がいらっしゃいます。平日だけど、はい、結構いますよ。いますね。まあお店開いてると買ってやっていいですね。全部買ったら買ってしょうがないですよ。切り団子というか、まあ、昔っぽい感じが残ってますよね、ここね。ここの門の裏側にはね、大きなわらじが飾ってあります。ここの裏のところ提灯もでけえって言われてね、ここも雷門と同じように写真がついてます。はい、ここの左右にですね、わらじが、でっかいわらじがついてます。はい、こんにちは。はい、またゲストいらっしゃいました。はい、こんにちは。こんにちは。お、ルイさんじゃないですか。ルイさん。はい、あー、ゆずこちゃんですか。違うか。いやいやいや、すごいな。あのわらじは何なんですか、一体。あのわらじ、わらじはやって、あの作ってきちんして、あの毎年何だか意味は私もよくわかんないけど、そこはすいません、わかんないね。由来までは確認していませんでした。やっと本丸来ました。はい、ここですね、本丸にたどり着いた。はい、私はここの線香で火傷したことがあります、子供の時に。
なんで？はい、私はここで、ここの線香でこう煙をこう浴びるとこう良いということでやってるんですけども、私がこうやって手をやってる時に私のおじいちゃんが火をついたのと思ってきて当たりました。ちょっとおじいちゃん、孫にちょっと気を使ってくださいっていうような感じでしたね。はい、虐待で、ね、保護されたらどうすんだって、どうすんだっていうね、2年間帰ってバカ野郎っていうね。はい、そんなこんな怖い時代ですよ。はい、こんな感じでお参りするのも並んでます。中まで入れるんだ。あそこまでは行けますよ。ここまで天井の修復ですね。絵の見えません。ソーシャルディスタンスね。はい、このような形です。ここはね、お寺さんですのでね、神社とは参拝の方法が違います。はい、お賽銭を納めさせていただきます。はい、はい、じゃあ子供たちが幸せになりますように。プロジェクトがうまくいくようにとお願いさせていただきました。神社の裏側、今半の前を通ってます。伝法院通りです。さっきのなんか商店街みたいなとこ行ってみる。ちょっとね、すっごい汚れてるね。もう一本向こう。もう一本向こう。お面買おうかな。お面かぶったら誰か分かんなくなっちゃうからな。影武者になっちゃうからな。タカさん歩いてましたって、あのお面の人がそうですってことね。影武者使えるから。やべ、あげまん、なんかよく見るともう鬼滅になってる。黒が鬼滅になってるよ。やばいね、これ。黒がもう、これ誰よ、これ誰よ、善逸？これ誰？こちょ。これ誰？返しになりました。これも知ってるもんな。あ、すげえな、こっちは？おお、すげえな。すげえな。すげえな。ねえ、甘露寺。ごま。これ何かな？これ抹茶です。抹茶くださいじゃ。はい、じゃあごまと抹茶。これは何？お土産用。お土産ですね。ごまと抹茶お願いします。はい、240円です。まあ120円ずつじゃ。はい。はい、どうも。はい。はい、皆さんお預かりします。すごいな、これ。80円のお返し。
秘密が、秘密がね、ここまで浸透してるとはね、袋この柄にするっていうのはやりますね。何個ぐらい入ってる？3個入りです。おー、マスクしてる、マスクしてる、マスクしてるよ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 、合ってますよ。全集中の呼吸でお願いします。全集中だね。あの柄は美味しいな。あの柄だけで著作権料一切なしで瞳を引けるというこの美味しさ。ゲラに使いましょう。あれはプレーン、プレーン、プレーン、プレーン。恋みくじ、恋みくじだってどうする。カープ、カープ、寒寒ちょっと通じなかった。レベル越した方がいいんじゃない YouTube で。うまさは、はい、表現、はい、揚げまんじゅうです。揚げまんじゅう、揚げな、揚げ、どう、うまいんでしょうか、どう、カリカリの、カリカリ、もちもちの、カリカリもちもち、や、柔らかいです。カリカリもちもち、柔らかいになりました。はい、カリカリもちもち、柔らかい、ほんとうまい。待ち遠しいですね。私は抹茶を、抹茶を注文いたしました。これはごま。ねずちはごま、お、出ました。抹茶が、はい、どうも抹茶です。マスクしてると食べられないってね、これね。マスク外します、外します。オープン、うまっ、おいしい。抹茶、これ外側だけなんです、中は普通の饅頭。うん、うまい。抹茶の香りがすごい。この外側、かなり厚めに抹茶持ってあります。揚げまんで思い出せば、揚げ波長はこの昔から揚げるという意味が強いんで、この縁起物として揚げ波長用いられてきましたね。だから夜の街の女王は揚げ波長を使うから揚げるんですよ。なるほど、そうなんです。ただし一般の人からは花から花へ移っていくっていう、ね、そういう悪い意味でも取る人もいます。なるほど、おいしい。これ、揚げ状って、そういうことなんですよ。知らなかった、揚げ波長。確かに揚げ状っていうね、ね、うん、こっちを調べてそういうのできたんで、はい、勉強しました。私最近鬼滅の勉強ばっかりしてますね。はい、そこと繋がらせるね。はい、はい、うん、うん、うん、桜餅、うん、桜餅なかった、さっき。美味しかった、ごちそうさまでした。うまい、うまかったな。だって私ダイエットしてるんだもんって感じ。そういうわけではない。おはぎ、おはぎ、渋いね。おはぎではこの植物のはぎっていうところに似てるからおはぎって言ってて、逆にぼたもちって言ってるところもあって、物は一緒なんですよ。ぼたもちもおはぎも一緒ですよ。一緒なんだ、呼び方が違うだけですよね。はい、今日美味しかったですね。